皆さんこんにちは。第39回ティキドコモチャンネルということで、はい、よろしくお願いします。はい、久しぶりです。久しぶりです。久しぶりです。久しぶりでございます。ちゃんとお仕事しております。はい、別に山にばっかり行ってるわけではないので。ああ、全然前回山に行ってましたね。そうですね。プラも行ってましたね。行ってましたね。よかったですね。なかなか帰ってくるのに時間かかりました。いやいや、そんなことない。ちゃんと仕事しております。津軽海峡は泳げません。投資しちゃいますね。春ですから。4月桜のね、いい時期になりました。はい。うん、4月大学はあの入学式ですので、すぐ。ああ、はい、そうですね。先月卒業式を迎えて、はいはい、今年新しい新しく、はい、ああ新しい1年生を迎えて、はい、大変なんです。まあ大変でしょうね。なんかね、大変ですね。また、ね、はい、新しい昔の若者と今の若者って、まあ、一番違うところなんですか。一番違うところ、うん、若者は同じかね、やっぱり、ね、同じといえば同じのような、そうですね。面倒くさいなって思うことはありますか。言い出す話が長いやめときましょう。やめときましょう。ね、いいことあるすると、はい、やっぱりさすが。あのね、なんですかね、いろんな情報を検索する速さみたいな、あ、スマホのめっちゃ速い気がしますね。そうか、そう。はい、リティ入れてたしというところでね。はい、そこでこう、まあ、なんていうんですかね、うん、いいものを取ってくる能力とかはまた別なんですけどね、うんうん、探すとか、まあ、なんとなくこう、うん、探しても一個見つかったのだけがもう世界みたいな、うん、ちょっとそういう、だ他も見てどれが正しいかみたいなところはなかなかないですよね。あ、もうこれです。まあ、そういう経験がいるからね、はい、はい、そうかもしれませんね。まあ、そういうね、もうちょっとこういろんな情報を見て取捨選択して、うん、いろんな考えがあるっていうところになってくれるとありがたいんですけどね、うん、そうですね。今おすすめ動画とかも勝手に言いますからね、うんうん、はい、それでいいと思われると、うんうん、まあ確かにね、まあそうなると一番見やすくて一番分かりやすそうなものに飛びついちゃう。そういうことですね。そういうことです。見て面倒くさいものはね、はい、まあ、これも気をつけないといけない。これも気をつけないといけないですね。分かりやすく、なおかつ、正しく、はい、伝えていける、はいはい、皆さん見ていただければ、はい、と思いますけど、まあ、よろしくお願いします、ね、あの頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、はい、で今日はですね、はい、今日は、健康日本21というね、はい、ちょっとまたマニアックかもしれませんけども、割と大事な第3次です。はい、4月今年度からですね、はい、12年間かな、ね、はい、ね、新しい目標ですよね。どういうことか、まあ、健康日本21って言葉を聞いたことがある人もない人もいるかもしれませんけども、はい、まあ、今日はちょっとそのあたりを、はい、まあ、できるだけ分かりやすく、分かりやすくお願いします。はい、お話したいと思います、はいはい。はい、よろしくお願いします。はい、で、あと Q&A をね、そうですね、はい、またあの、はい、はい、今回は、石橋が一つ、藤田先生が一つということで、はい、やっていきたいと思います。はいはい、はい、はい、じゃあまあこれから暖かくなって、ね、はい、新年度でございますので、ね、はい、改めて、はい、はい、はい、頑張っていきましょうと思います、はい、皆さんも元気で頑張ってください、はい、ねって言ったら終わりそうですけども、はい、じゃあ今回も、はい、はい、よろしくお願いします。どうも。はい、第39回いきいきロコモチャンネルミニ講演会ということで、今日はですね、ロコモを減らそう健康日本21第3次のことということで、お話をさせていただきます。健康日本21という言葉はご存知の方はいらっしゃいますでしょうかね。始まったのが2000年からなんですけども、厚生労働省が推進する、まあ、国民の健康づくり運動みたいなもので、あの、まあ、それについてですね、今日はお話ししたいと思います。で、まあ、今年度から、まあ、今日からということになりますけども、今年度から、始まりますということでですね、ちょうどタイミングがいいのでお話をさせていただきます。はい、で健康日本21ですけども、厚生労働省が主導する、国民が主体的に取り組める新たな国民健康づくり対策ということで、21世紀に起きる国民健康づくり運動、これが正式名称です、の愛称で健康日本21というふうに、言ってます。で、医療関係者とかですね、結構健康がなみの、まあ、まあ、病院もあと企業とか、自治体とか、まあ、にの人たちにとっては割とこう馴染みの深い言葉なんですけども、まあ、ちょっと知っておいてください。
でこれ最初1978年にですね、もうだいぶ昔ですね、第一次国民健康づくり運動ということで始まって、で10年後に第二次の国民健康づくり運動で、2000年から、第3次ということになって、それがですね、この健康日本21として始まりました。で2000年度から2012年度までの12年間にですね、最初の健康日本21が始まったということになります。ね、これいろんな健康のために役立つような多くのこう目標を設定してですね、例えばメタボの認知率の向上とかですね、あと1日野菜 350g 摂りましょうとか、でそういうのもこの健康日本21で2000年に発表されたものです。で、メタボという言葉がどんどん広がったのが、2000年から3年ぐらいの間なんですね。で、きっかけというのは、テレビでいっぱいメタボって言い出したからというよりも、最初はこの健康日本21で取り上げられたから、メタボが広まったというような経緯があります。あと1日野菜 350g、野菜ジュースとかに1日 の野菜の必要量 350g が入ってますとかっていうふうに、ラベルに書かれ始めたのもこの頃からです。なんで割とそういう目に見えないところで影響があるということになります。で、そういったことで、メタボの認知率が急増したり、野菜 350g を含む、飲料が増えたというようなことがあります。で、2013年から23年までは、ですね、21世紀における第2次国民健康づくり運動、これが健康日本21第2次と言われるものですけれども、ここではですね、ロコモの認知率の向上が目標になって、80% 以上にしようというような目標があったとか、そんなふうな経緯があります。でそれで今回ですね、健康日本21第3次ということで今年度から始まります。で2024年度から2035年度までの間にですね、実施されるわけなんですけども、意味合いとしては、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向けて、健康づくりの展開と、より実効性を持つ取り組みの推進を通じて、国民の健康の、増進を図るための基本的な事項を示しているというようなことになります。で、モットーみたいな、としてね、誰一人取り残さない健康づくり、インクルージョンと実効性を持つ取り組み、インプルメンテーションですね、を重視しているということになっています。英語の言葉でなんか、インクルージョン、インプルメンテーションと言われてもちょっと分かりにくいかなというふうにも思いますが、で、作りとしてはですね、まず基本的な方針が説明されて、その後に個別の目標、具体的な指標、目標値が設定されている、示されているというような作りになっています。で基本的な方針は4項目、個別の目標は55項目、55項目ありますけど、ちょっとその辺をですね、具体的にお話ししていきたいと思います。で、健康日本21第3次の基本的な方針で、まずですね、健康寿命の延伸と健康格差の縮小、これ毎回入ってますけども、健康寿命を伸ばそうという話はですね、日本のような高齢社会、超高齢社会にとってすごく大事なことなんですけども、これはまず第一ということになります。あと、個人の行動と健康状態の改善で、栄養、身体活動や運動、だから睡眠、飲酒、喫煙および口腔の健康に関する生活習慣の改善および生活習慣病の発症や重症化を予防するようなこと、から日常生活に支障をきたすロコモティブシンドロームや痩せ、メンタル面の不調を予防する みたいなことが、挙げられています。あと社会環境の質の向上、就労ボランティア、通いの場の居場所づくりや社会参加の取り組みとか、他ここに書いてあるようなこと、あと、ライフコースアプローチ、子どもの時から、高齢者までですね、で、それぞれの段階に応じた取り組みをしようという、そういうようなことに、なっていますね。で、それで、ここからですね、個別の、目標ということで、ちょっとお話をしていきます。全部言うと、全部で55あるので、ちょっと全部言うと大変ですけども、かいつまんだところで、まず健康寿命の延伸と健康格差の縮小に関する目標ということで2項目あります。健康寿命の延伸と
健康格差の縮小。健康格差というのは、まあ、あの健康な人は健康だけどなかなかこう、何て言いますか、生活習慣が悪いとか病気がちだとかいう人たちができるだけ、少なくなるように、まあ、平均的にみんな元気になる。で、元気じゃない人を特に元気にするというようなことが目標になりますね。で、あと、個人の行動と健康状態の改善に関する目標とか、これ29項目、ここがいっぱいありますけども、生活習慣病の、生活習慣の改善ということで、で、まず栄養食生活、適正体重を維持しているものの、増加、あの BMI ってあの体格指数ですね、あの体重を身長の2乗で割ったという、まあ、人が、まあ18.5 から25の間に入るというような、まあ、適正体重をあの維持している人が増えるように、あと、まあ、児童生徒における肥満、傾向時の減少、まあ、子どもの肥満を防ぐということですね。あとバランスの良い食事をとっている人の増加で、あと野菜摂取量、まあ、今回も出ますけど 350g で、果物の摂取量これは 200g にしよう、あと塩分摂取を控えよう、7g にしようというようなことが、書いてあります。で、また身体活動運動については日常生活における、歩数の増加、運動習慣者の増加で、あと運動やスポーツを習慣的に行っていない子どもの減少、まあ、いない子どもの減少という、まあ行っている子どもを増やすという方が分かりやすいかもしれませんけど、まあ、そういうふうに書いてあります。で、ちょっと健康寿命の延伸のことと日常生活における歩数の増加、運動習慣者の増加ということについてちょっとあの説明したいと思います。はい、健康寿命の延伸ですけども、これはですね、指標は日常生活に制限のない期間の平均値ということになっています。で、これ健康寿命をどうやって出しているかというと、国民生活基礎調査という政府が行っている、まあ調査があるんですけどもね。で、その中に現在健康上の問題で日常生活に何か影響がありますかという質問があります。で、その質問の回答をもとに算出されているということになります。まあ、はいはい、なんで答える、いいえで答える人がいますけども、まあそれで、まあ、平均寿命を出すように、同じような計算方法で健康寿命を算出するということになっています。で、実際今までがどうだったかというとですね、これ2001年から2019年までの、グラフですけども、で、男性、と女性で、上の青い方が平均寿命、下の赤い方が健康寿命です。まあ、当たり前ですけど平均、健康寿命が上ですね。で、2001年の差がですね、この差は真ん中の緑の字ですけども 8.67 年で、男性の場合はですね、まあ、その、この次の2004年まででポンと、差が広がりました。差が広がったってことは、それだけ健康寿命が平均寿命ほど、伸びてないということになりますから、良くないんですね。まあ、差が短くなる方がいいですけども、結果的に2019年は 8.73 で2001年としてはあんま変わってないということになりますね。で、全体では両方上がってて、差が変わってないということになると、まあ、割合的にはあまり伸びてないのかな。で、女性の場合はですね 12.28 からで、ちょっとまあその後増えてますけども、で、この 3,4 年はですねだんだん減ってきて今 12.07 で、それで、この健康日本21第3次の目標値は平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加ということになりますから、この緑の数字でいうとこの緑の数字が小さくなっていく、差が狭くなっていくというのが目標だということになります。なので、まあ普通平均寿命が伸びると健康寿命も元気で長生きの期間も伸びるわけなんですけども、まあそれ以上にですね、健康な人が増えていく、元気な人が増えていく、ということが、目標として設定されているということになります。次、日常生活における歩数の増加ということについてですけども、これはですね1日の歩数の平均値が、7100歩ということになります。で、7100というのは、どうかというと、上が男性下が女性でですね、で、
年齢調整後、まあ統計的な調整の仕方をどういうふうにするかというのはちょっとここでは控えますけれども、男性は結構よく歩くんですね。で、まあ、女性は少ないということになります。で、まあ、これ仕事とか通勤とかということで、ということもまあ影響しているのかもなというふうにも思いますけど、もともとじゃあ男性の方がよく歩いてるかとか、ウォーキングやってるかとかと、まあ、そういうことでいうと女性もよくしてられると思いますからね。だからまあでもここを平均で7100歩にするというのは、男性も女性もまあ、大体もう500歩ぐらいずつ平均で、伸びなきゃいけない。もう1割弱ぐらいですね、みんなが歩くようになった方がいいということになりますね。でこれはなんかなんとかなりそうかもしれません。で次、運動習慣者の増加ということですけども、でこれ運動習慣の割合、これどうやって調べるかというと、これも国民生活基礎調査で、運動習慣のあるものというのはですね、1回30分以上の運動を週2回以上実施して1年以上継続していると。これ結構厳しいですね。1週間継続しているとかですね、1ヶ月継続しているとまだまだできる人いるかもしれません。1年以上というのはだいぶこうハードルが高いと思います。でそれが結構なんて言いますかね、聞いてて、でこれもですね、この今までの統計、令和元年までですけども、大体ずっと同じぐらいですね、 30% ちょっと超えで、調整後は 30% 前後でずっと推移してて、これだんだん増えていく、運動習慣を持ってる人が増えてるような気もするんですけども、なかなか数値的には変わってない。1年以上継続してるかって聞かれて、はいって自信持って答えられる人って割と少ないのかもしれません。でもその目標値が 40% なんで、だからこれ結構厳しいかもしれませんけども、まあでも運動はですね、運動習慣ある人はいろんな生活習慣病ももちろんですし、あとまあ、運動器についてはもちろんいい、あとうつ病とかがんとかいろんなことについてやっぱりものすごく予防効果がありますので、まあ、これが増えていくのはやっぱり大事なことかなというふうに思います。はい。であとですね、まあ、ここ、それぞれ、目標がですね、いろいろ、まあ休養睡眠、まあ、睡眠で休養が取れているもの増加とか、あと飲酒、これもですね、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しているものの減少、これ少し前にですね、男性 40g 女性 20g っていう、まあ、できれば 20g 以降にアルコール摂取を抑えようっていうような、ことがちょっと政府が発表したって報道されてましたけども、まあ、それもここから来るものですけども、まあ飲酒を、少なくする、ということですね。缶ビール1本ぐらいは大丈夫ですけどもね、日本ロング缶1本超えたらダメという、そんな感じですね。はい。あと、まあ、喫煙はまあ圧倒的にダメですね、やめましょうということ。特に20歳未満、未成年者とか、あと妊娠中タバコ吸う人をなくすということですね。もうゼロがいいということですね。で歯とか口腔の健康も大事ということになります。はい。それから生活習慣病の発症予防、重症化予防ということで、でこのまず最初にがんとなっていますけど、この生活習慣病と NCD というのがですね、ノンコミュニケーブルディジーズ、感染症ではない病気ということで、でこの健康日本21では生活習慣病括弧 NCDs と書いてありますけれども、まあ、感染症以外の病気のことを、表すということになっています。で、がんが、ね、まあ、入ってて、でこれもやっぱり減少は減少なんですけども、あとがん検診の受診率の向上というのが言われてますね。あと、まあ循環器の病気、まあ、心臓ですけどもね、まあ、これもいろいろ、まあ、高血圧とか、脂質とか、あと、メタボの該当者の減少とか、あと特定検診、まあ、人間ドックとか、まあ、検診ですね、に、まあ、皆さん受けましょうというようなことが謳われています。で次が糖尿病ですけど、糖尿病も怖い病気でですね、重症化するとものすごく合併症が、いろんな合併症、まあ、透析になっちゃったりだとか、足が腐って足切っちゃったりとかですね、いろいろ怖いんですけども、まあ、それも減らしましょうということになります。で COPD、 これ慢性閉塞性肺疾患ですけども、
肺気腫とかですね、まあ、タバコ吸う人が減れば COPD も減るんですけども、これによる死亡率の減少ということで、謳われています。で、あと次に生活機能の維持向上、病気じゃないんだけどもということで、ロコモティブシンドロームの減少、ここできます。で、あと骨折検診受診率の向上というのもここで謳われています。で、ちょっとこのロコモと骨折症検診のことをちょっとまたお話をします。で、目標ロコモティブシンドロームの減少ということで、で実は前回の健康日本21、第2次の時にですね、ロコモの認知率を上げようというのが一つの目標になりました。で、この健康日本21第2次でですね、11年間で認知率を 80% まで上げるということで、目標になりましたけども、このグラフのようにですね、最初調子良かったんですけどもね、40% 台からずっとだいたい平坦で推移してて、なかなか 50% を切れなかったということで、まあ、終わってるというか、まあ、横ばいで、来ております。で、今回はこの、ロコモティブシンドロームの減少ということですけども、指標としてはですね、国民生活基礎調査で調べられる内容である足腰に痛みがある高齢者の人数というのが、人口1000人あたり210人になるようにということで、なってます。で、それで、でこれはですね、ロコモティブシンドロームそのものを、まあ、政府の施策で調べてるわけではないの で、 でそれに代わる指標として足腰の痛みがあると活動量が低下してロコモになりやすいということとか、あと足腰の痛みはロコモの診断基準の一つであるロコモ25という質問表があるんですけども、その結果スコアと相関があるということで、まあ、これらを踏まえて足腰の痛みのある高齢者の人数がロコモ該当の指標となるということにしたということになってます。なので、まあ、痛みって結構大事です。まあ、で痛みがあると運動しにくい、で運動してないとやっぱり年取ると結構痛みが出やすいので、なので、まあ、そういう意味でも痛みというのはロコモと、まあ、密接に関係あると思いますので、まあ、まずはロコモの減少、指標としては足腰の痛みということになってます。はい。で、次骨粗鬆検診ですけどもね、これ、受診率の向上ということで、で、まあ、これ目標値 15% になっています。で、これですね、健康増進法という法律があって、でそれに基づいて健康増進事業の一環として自治体が骨粗鬆検診を行ってきていました。もう2000年頃からですね、もうやってるんですね。ただ骨粗鬆検診受診率めちゃめちゃ低くて、大体 5% で、対象はですね40歳から70歳までの女性で、女性だけなんですね。で、それで、まあ、5年に1回、5歳刻みの時に40歳、45歳、50歳でやっていこうみたいな、そういうことになってるんですけども、で検診の対象になる、女性の人数と、比べて、まあ、結果的に 5% と。で、実際に自治体でもやってるところがだんだん減ってきてですね、6割ぐらいの自治体でしかやってないというのが現状です。で、まあ、ただ骨粗鬆検診受診率の向上は、未治療の骨粗鬆患者の治療介入を促し、まあ、治療率を上げて、で骨粗鬆性骨折患者の減少、ひいては健康寿命の延伸につながると考えられるというふうに、まあ、この、健康日本21でも謳われています。で、このため、骨粗鬆検診について普及啓発を行い、受診率の向上をの、に、取り組む必要があるとというふうに、言えるわけです。で、 5% を 15% というふうになるんですけども、まあ、3倍に増やしてちょっとやそっとじゃないんですけども、実は来年度か再来年度から、検診の形がガラッと変わるように、大体決まってます。で、おそらく だいぶこの受診率が上がるんだろうなというふうな改変になるかと思いますので、まあ、ちょっとそのあたりも含めて、はい。で、まあ、その、検診のことについてはまたその、変化がどう変化するのかがはっきりしたところで、また、このチャンネルでお話しできればというふうに思います。はい。あと社会環境の質の向上に関する目標ということで、まあ、社会とのつながり、心の健康の維持及び向上ということ、あと自然に健康になれる、環境づくりとか、誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の、整備といったようなことも、まあ、全体の取り組みとして、挙げられています。
であとライフコースアプローチで、まあ、子どものこと高齢者のこと女性のことでこの再計ってありますのはあのもうあのここまでの目標でもうすでに挙げられたもので、ですけども特にまあこのそれぞれの、まあ、子ども高齢者女性についてあの、特にあのこう目標を達成のために頑張ろうという、まあ、そういう努力をしようということ でその努力というのは、まあ、個人個人の努力もあればあの政府あと自治体あと企業といったところの努力も、含めてのことですけれども、まあ、そんな感じであの国全体でやっていこうというような意味合いになります。というわけで、健康日本21にはですねどうすれば健康でいられるかあるいは病気になりにくいかの基本的な考え方指標が含まれているということになります。でこの目標はですね、医療や健康に関するデータとか、医師を含む多くの、まあ、専門家研究者の、知見が背景にあるということになります。で例えばあの一つ一つの目標でですねあのやっぱりあのいろんな専門家が、データを持ち寄ってですねでそれであのやっぱりこれは大事だとかあと目標設定の数値の決め方もですね、まあ、そういうふうに決められていってます。なのであの割とこう信頼していい数字というふうに、思っていいかと思います。でこの国民あの健康日本21にあの示されたような国民の健康づくりのための施策はですね、政府とか自治体とか企業などの、広い参画が見込まれますということ で結構あの、企業で、まああのまあ、食品とか運動系とかですねそういうようなあの企業の人もですね、まあ、このベースをもとにして、結構あのその、まあ、方向に進むというかですね、まあ、そうじゃないやことにあの、しようというところもあるかもしれませんけども、まあ、全体としてはその方向に進みます。であとまあ皆さんとしてはですね、まあ、あの今回の目標、自分に関係ありそうなところとか興味があるところを知ってですね健康のために、役立てていただければと思います。でただ、今あの、厚生労働省の、ホームページでですね健康日本21第3次について記載があるんですけどものすごく事務的なあの記載なんですね、まあ、普通の告示なのでなので、まあ、これからいろんな場面でですねあの健康日本21 の推進 あのそういう機関もありますので そういったホームページとかでどんどん分かりやすい形であの報道あの普及されていくと思いますので、まあ、ぜひお役立ていただければと思います。はい、というわけで、今回はですね、ロコモを減らそう健康日本21第3次のことでしたということで、終わりにいたします。はい、ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。いきいきロコモチャンネル Q&A ということで、はい、いきロコちゃん Q&A、はい、今日もやっていきたいかと思いますけど、はい、今日はあの藤田先生にが久しぶりに登場していただきまして、はい、よろしくお願いいたします。あのちょっと運動に関して、ね、あの、はい、まあ、骨粗鬆症に関連して、はい、運動に関してちょっと2点ほど質問があったので、はい、ちょっとそれをいっぺんにちょっと先生に答えていただこうかと思うんですけども、はい、まあ、骨粗鬆症と診断されているのですが、うん、椅子に腰掛けたままのかかと落とし、まあ、かかと落としがなんか効果的だというのは、まあ、言われてるかと思うんですけど、ね、言われますね、椅子に腰掛けたままでも効果がありますか、うん、というのが1点、はい、でもう2点目がですね、歩くウォーキングに関してですけれども平地ではなくあの自宅の階段の上り下りとか、うん、まあ、これ身近な場でもできるんでしょうか、はい、というような感じですけれども、はい、じゃあ2つ、はい、じゃあまず1点目かかと落としの方から、はい、まずあのかかと落としについては、まあ、これがあの骨に対して効果的だっていうのはですね、若い、まあ、女性とかですかね学生さんの研究でどういうスポーツをしている人が骨が強いかっていうところでいくと、まあ、バレーバスケットみたいなジャンプ系のやってる人は骨が強くて、うん、そうじゃないスポーツあるいは水泳とかやってる人はあまり骨がまあ強くないということで、まあ、ジャンプ系がいいんじゃないか、そこからかかと落としが効果あるんじゃないかということで、勧められる先生もいるんですけども、うん、我々そのいつもその、まあ、あの体操で お話しするのは体操運動にもですね必ず副作用がある、うん、そこのバランスを考えながら無理のない範囲でやっていただきたいということで我々としてはそのかかと落とし、まあ、ガツンとですね、うん、立った状態でかかとを上げ下ろしすると、まあ、腰にズンと響いたり、うん、あるいはかかと周囲アキレス腱を痛めるっていう副作用が出やすいので、まあ、それはあのまあ
若い人の人はいいのかもしれないんですけど、骨粗鬆症が気になるような年代の方はその副作用があるんではないかということで、まあそちらはどうなのかなということで、できればかかわと同士はやめていただいて、これでお話しているロコトレのスクワットありますね、あれは特にスクワットはこうゆっくり動くっていうことでスロートレーニングですね、それでお願いしてます。で、骨がこう強くなるメカニズムの中に、やっぱりその周りの筋肉がギュッと収縮して少しこう骨に歪みが出る程度っていうのがですね、非常に骨に対して効果的だっていう基礎研究があるので、そういう意味では5、6秒かけてのこう腰を沈めるスクワット、またゆっくり戻すっていうことで、大腿骨周囲に非常にこう、まあ、折れたら一番困る大腿骨ですよね、そこに、刺激が加わるっていうことで、そちらの方が、まあ、無理なく副作用がなくできるんではないかなっていうことでいつもお話してますので、座ってかかと落としすることが、まあ、何か副作用があるかっていうとないとは思うんですけど、よりその骨へのっていうことで考えれば、まあ、捕まってでも結構ですし、ゆっくりとスクワットをやっていただくっていう方が無理なく効果的かなっていうことでいつもお伝えしている内容になります。よろしいでしょうか。今回のあれですか、運動の、はい、この場合の運動の副作用というのは、まあ、痛みが出てくるというような感じで考えて、ね、はい、それを、はい、それを基準に、はい、じゃあ少し程度をこう考えていく。我々も以前ですね、こうかかと落としっていうちょっとこうお話したことあるんですけど、やっぱりやってる中で、あ、ちょっと腰が気になるとかかかとが気になるっていう意見があったので、もう一回詳しく見てみると、やっぱりかかと落としはやっぱりちょっとこう副作用が多いなっていうことで、そちらのいわゆるロコトレのスクワットのスロートレーニングの方をお話をお勧めしてますということですね、はいはい、ありがとうございます。じゃあ、はい、次2点目なんですけれども、はい、今度ウォーキング、はい、平地を歩くのではなく、はい、まあ、階段とか、うん、はい、そういったものはどうでしょうかという質問ですけど、例えばこう雨が降ってるとか、はい、ね、ついこの間みたいに雪が降った時、なかなか外歩き、ね、歩きにくいとあるとは思うんですけども、はい、いわゆるウォーキングの目的としては、まあ、20分から30分歩くっていうことでの全身持久力をまあ鍛えていくっていうことが目的になりますので、そういう意味では少しこう長い時間を歩いた方がいい、まあ、我々そのウォーキングの中では、ちょっとこうスタスタ、ちょっとのんびり、またちょっとこの場所だけスタスタ、歩くっていうことではのんびり歩いてもまたいろんな効果は少ないので、そこをお願いしてるんですが、なかなかその階段となると、まあ、お2階ですかね、まあ、3階ぐらいある、ね、お家もあるかもしれないですけど、それはやはり長時間行ったり来たり行ったりしたりするっていうのも、ちょっとこうやはりこう転倒であるとか、ね、あるいはそうつまずいたりっていうことのね、はい、問題も起きやすいので、まあ、それはそれでちょっとこう難しいのかなとは思ってます、はい、結構階段上りよりは20分30分いやいや辛いです。平地の倍か3倍ぐらい強いですね、でしたよね、確かね、はい、強度が、はい、以前糖尿病 の教室をやってる時に、こう階段の一段ありますね、あそこだけをこう登って降りて登って降りて、はい、まあ、手すりつかまりながらっていうことで、まあ、真面目にやられた方もいますけど、やっぱりまあ高さをこう上下するっていうのは、先ほどもその運動の副作用ってことでいくと、まあ、そこでやることが、まあ、今日は天気悪くても明日、明後日天気良かったら、そうですね、そこでね、外でやった方が安全だと思いますので、階段っていうところは私もあんまり、こう推薦はできないなとは思いますけど、まあ、そうするとですかね、雨の日は休んで、先ほどのスクワットをやっていただいて、まあ、1ヶ月も雨降り続くようなことはないと思うんで、ないと思いますんで、そうですね、その晴れた日に歩いていただくというのがいいんでしょうかね、かなり真面目な方なんだと思うんですよね、ですのでその日その日の状態に合わせて、あるいはこう体の状態に合わせてで結構だと思いますので、まあ、無理なく続けられるということで、考えていただいていいんじゃないかなと思います。はい、わかりました、ありがとうございました。はい、またこの皆さんにはこの運動に関する質問もですね、どしどし送っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではいきろこちゃん Q&A でした。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。いきいきろこもチャンネル Q&A、はい、いきろこちゃん Q&A ということで、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、早速先生、質問が来ておりますけれども、はいはい、まずお医者さんの受診より勉強になりましたということで。ああ、勉強になりました。本当にありがとうございます。ここで言ってる説明みたいに、はい、普通の外来で喋る暇なんか全然ないので、なかなか時間限られてる、ね、そうそうそう、ね、それはその関わられた先生が悪いのではなくて、はい、まあ
まあそういうね、はい、まあそういう設定だということで、はいはい、で、まあ、質問本題なんですけれども、圧迫骨折後、はい、1回プラリア注射を受け4ヶ月目ですと、はい、ですが骨折部の痛みが取れずに困っていますと、はいはい、今回2回目の圧迫骨折ですが1回目の圧迫骨折の方が、腰椎の5番目でひどい状態で、はいはい、ひどい状態だったんですけど、2ヶ月したらほとんど痛みはありませんでしたということで、うん、はいはい、今はビタミン D を飲んでいるだけですけれどもこんなに長引くような痛みが不安ですというようなことなんですけれども、こういった状況というのはどうですかね、はい、圧迫骨折の後、まあ、直後はものすごく痛くて、うん、はい、動けない人とか、ね、動けない、寝返りもできないということが多いです、はい、で1週間か2週間すると、うんうん、まあ、座るぐらいのことはできてきて、そうですね、はい、でそれで、まあ、で3週ぐらい経つとまあまあ、 痛いながらも歩けるかな、うんうんうん、で4週から6週経つとだいぶ楽になって、うん、で2ヶ月3ヶ月経つと骨が固まってきてもう割と平気という感じになることが、はい、まあ、順調な流れですね。で痛みが続く場合は、理由がいくつかあるんですけども、うん、一つは圧迫骨折の、骨折が治ってない状態、まあ、骨折ってよくあの手首の骨折とか、添え木とかギブスとか巻きますよね、まあ、動かないようにしてるとあのだんだんこうちゃんとついてくるんですけども、うん、ただあの背骨ってずっと固めてるわけにいかないので、うん、コルセットつけてても中で動くし、うん、あと起き上がったら体重かかるし、はい、でなのでちょっとこうあの完全に、融合しないで骨がつかないで、でレントゲンで見るとちょっと黒っぽく見える線が入ったりしててですね、でそれであのそういうのは残ってしまうと そこのところでパクパクする感じに動いちゃうと結構痛みが続きます。そうなんですね、はい、というのが一つ。それから骨が治ってるんだけども、うんうん、例えばそのもともと円筒形のものが積み重なってるので、うんうん、でレントゲン横から見たら長方形に見えるものなんですけども、はいはい、大体前の方が潰れることが多くて台形になったり三角形になっちゃったりするんですね。でその骨が三角形になるとその部分で背骨全体としてはくの字に曲がる感じになるので、はいはい、で、そこにまた体重とかがかかると骨がついててもあのそういう形になっちゃったところにこう荷重かかって、まあ、そうなると、まあ、骨もそうですし周囲のこう人体とかあのの組織にもすごい負担かかって、それが痛みの原因になるっていうこともあります。 なので、まあ1回目は大丈夫だったけど2回目、うんうん、1回目がこうだからといって2回目が必ず順調にいくかというと、うんうん、そうとも限らないということはやっぱりありますね。はい、ちょっと質問の続きもありまして、はい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 、この痛みがある間というのはやっぱりその部分は再骨折しやすくなっているような状態なんでしょうかということなんですけど、はいはいはい、これは先生どう考えますか。これは ですね、一般的に圧迫骨折1回起こすと、うん、次の骨折を起こす確率が 2.6 倍とかで2つあったら 7.3 倍とかそんなデータあるんですけど、骨折の連鎖というんですね、はいはいはい、ということで再骨折しやすくなるというふうな、まあ、圧迫骨折があるということでそうなるんですけども、うん、はい、でこの痛みがある間は、はいはい、まあ、それも痛みがあってもなくて もですけども、うん、まあ痛みがあったら動きが悪くなるので、うんうん、それだけ骨が弱くなりやすいので、うんうん、ちょっと再骨折リスクが上がるということも言えるかもしれませんけども、うん、はい、まあ痛みがあるからといって直接そういうことではないですね。はい、はいはい、で、まあ、引き続きあれですけれどもプラ、うん、薬に関してプラリアは1回ですが、この後ですね、はい、この後やめたいと思ってますと、はい、今後はこの、まあ、市販のビタミン D の、まあ、サプリメントのようなものでしょうかね、はいはい、それだけではダメでしょうかというようなことで、どうもなんか薬は合わないようなんでそういったことはどうでしょうかというようなことなんですけども、はい、プラリアという薬はもともと骨吸収抑制剤ということで、うん、まあ、骨の新陳代謝のうち、はい、骨が溶けていくのを防ぐ薬ということで、うん、それで骨を強くするんですけれども、はい、でデータ的には圧迫骨折がありました。でプラリアを使うと次の骨折の予防効果が、はい、大体半分かそれ以下に減らすということがデータで分かってますので、はい、なので悪い選択ではない、ない、です、はい、まあ、ただ
こういう場合ですね、圧迫骨折が治りきらないとかですね、うん、痛みが続くとか、はい、で次の骨折が心配ってった時に一番、候補に上がるのがテリパラチドという、ね、副甲状腺ホルモン薬なんですね、はい、で毎日自分で注射とか、うん、週2回自分で注射とか、うん、週1回病院でしますとか、うん、で副甲状腺ホルモンをそういうふうに間欠的と言いますかね、うんうん、毎日とかあと、うん、週1回2回とかやるとですね、はい、骨を作る細胞がこう骨をどんどん作りやすくなって、うん、で骨折のさっきちゃんと骨折が治りきってないから痛いんだよという時も、はい、結構これをそれを使うとその周囲に骨ができてくるので、うん、骨が固まるので固まり、はい、で痛みが良くなるんですね、はい、なのでそういうことで言うとテリパラチドが一番今の状態だと使おうかなという話になります、はい、で次の圧迫骨折もやっぱりこれも3割ぐらいに減らして、うんうん、でぐしゃっと潰れるのは重症の圧迫骨折は1割ぐらいに減らすというような骨折予防効果がありますのでなので、テリパラチドが一番の候補となりますけども、はいうんどうしてもちょっと合わないということだったら、サプリメントのビタミン D、はいビタミン D は結構重要なので薬ほどにはもちろん効果はないですけど、うんうんうん、どうしてもダメだったら、サプリメントの D ビタミン D を、ね、飲み続けるのは悪くないと思いますけども、うんできればテリパラチド一回 そこを挟んでから、はい、っていうことな感じなんですかね、はいはい、というような感じがしますけども、はい、分かりました、はい、ありがとうございますので、はい、まあ4ヶ月という4ヶ月目はそろそろやっぱそういうこう、うんうん、こう考える時なんですかね4ヶ月目ぐらいで。ですねプラリア自体はですね半年に1回の注射です、うん抗体製剤で、はい、で4ヶ月ぐらい経つと抗体価が下がってくるというふうに言われてますので、はい、あとプラリアを長く続けてるとパタッと切って何もしないとどんどん骨が弱くなるというようなことが言われてるんですけども、1回だけだったらその影響もそう多くないと思いますから、このままビタミン D だけでもいいかもしれないですけども、テリパラチド使った方が100倍いいだろうなという。なるほど。ありがとうございました。すみません、ざっくり。ありがとうございました。はい。はいまた皆様からのですねこのような質問をどしどし受け付けておりますので、はい、ぜひともまた送ってください、はいはい、いきいきろこちゃん Q&A ということで、はいはい、終わりいたします、はい、ありがとうございました。どうも、はい、お疲れ様でした、はい、どうも、はい、どうもありがとうございました。そうですね、39回目と39回目ですか。はい、そうですね、健康日本20日本20日、ね、はい、なかなか文言がね、うん、でも、うん、あれですよね。いやでも本当にあれですよ、あれ結構分量多くて、うん、分量多いですね。で、はい、自分自身も結構 ね昔から知ってはいるんだけども、うん、そうやっぱり枚数多いんで、うん、見るの大変ですよね。幅広いのとそうそうそう、しっかりとしたデータをね、これまでの取り組みの結果と改めて目標とかね、次の課題みたいなところをね、整理していただいてですよ ね。でもああやってまとめるとね、うん、なんとなく分かった感じが、ね、そうですね、取り組まなければならない、はい、12年間でってことですもんね、目標が、うん、ということで、はい、はい、ということで、はい、で次回は、はい、次回は先生にお願いして、昨年の4月ですかね、医学会連合が、はい、発信していただいた、はい、フレーズの克服宣言っていうんですかね、はいはい、あれに沿って少しこう、お話をさせていただきたいと思います。そうですね、フレールロコも克服のための医学会宣言ですね、はいはい、そうですね、あれも非常に枚数多いんですけど、ポイントだけ絞って分かりやすく、はいはいはい、その中でも、はい、フレールもよく聞く言葉ですし、ロコモも聞きますけど、どういう取り組みが重要なのかということをちょっと、ね、はい、させていただければと思います。はい、はい、と思います、ね、はい、はい、じゃあ自治会は先生そろそろ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、お願いします。はい、いろいろ考えておきます。考えておきます。はい、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 じゃあそんなことで、はい、そんなことで、桜綺麗ですね。はい、ね、はい、本当にね、はい、次回40回になりますので、あ、次回40回、40回になりますので、本当ですね、本当にね、もう長いもの、長いもの、はい、ね。はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、じゃあ皆さんもお元気でどうも、はい、はい、頑張ってください。どうも。